グループプラチナムパスポート所属2009年にパスポとして結成され2013年にパスポへ改名した2018年に解散なお派生ユニットの発着隊は存続しているコンセプトは空と旅モチーフはキャビンアテンダント女性グループとしてオリコン史上初の週刊ランキング初登場1位レビューを果たした みんなで作るアイドルユニットをコンセプトに、事務所主導の元ブログやツイッターを使って、ファンメンバーの意見を募集、討論しながら、グループが結成された。音楽性は、みんなで踊れるロック。また、4時熟語、10人10色に絡めメンバー10名の、個性を10色のイメージカラーで表現した。ファンの意見を取り入れて決定したグループ名パスポは、所属事務所。 プラチナムパスポートのパスポートが由来。これを発展させパスポートを発行しフライトごとに、マイルを貯めると、エコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスなど、クラス分けした特典が受けられるマイレージ制の導入、メンバー自らデザインを手掛けるキャビンアテンダントをイメージした衣装、キャリーバッグを使った、ダンス、パスポ用語などで、空と、 旅に統一した世界観を演出した。衣装は他に事務所の先輩若月千夏がプロデュースしたものがある。結成当初よりライブ活動を重視しておりライブハウスをメインに激しい楽曲に合わせたパフォーマンスを行った。ワンマンライブではライブ会場を離陸前の機内に見立て機内アナウンスが入ったオープニングサウンドエフェクトが流れたノッチメンバーの パスポテイクオフという掛け声でライブが始まり本日はご登場ありがとうございましたの言葉で締めくくった振り付けは一階のアイドルファンであった竹中夏美がパスポの所属事務所に売り込みをかけたところに橋を発し大きな影響を与えたパスポのダンスは万華鏡渡り鳥とも表される変幻自在なフォーメーションが特徴だが この点について、竹中は、チアダンスの振り付け、指導をしていた経験があるので振り付けの時はまず、フォーメーションから考えるんです。だから私の中では、当たり前の工程というか、いつも通りの順番でやっているだけのことですと、語っている。竹中が心がけていることは、メンバーここがメッセージを発信していける余地を残すこと、およびアイコンタクトを取るタイミングなどは演者に任せる。 こと。パスポ結成前からダンスの経験がある、玉井、牧田両名は自ら、振り付けを発案した。また竹中は、振り付け以外でも、パスポメンバーに少なからぬ影響を与えた。サポートバンドは、ザ・グラウンド・クルーと呼ばれ元ゼロ・ハーブのペンネと、アラビア・ータキ長の元ユナイテッドの横山昭弘・明キ元セックス・マシンガンズのひまわりとパンサー、ガーゴイルのケンタ ザ・ディストーションのドル・バイクなどメロスピス・ラッシュメタルよりのミュージシャンが集結。パスポライブでの生演奏、レコーディングだけにとどまらず、ザ・グラウンド・クルーワンマンライブも開催した。パスポ、ザ・グラウンド・クルーワンマンライブから間もない2014年5月13日に横山が急成。パスポ、ザ・グラウンド・クルーを呼び、振付師はブログやツイッターを通して、 それぞれの思いを綴った。パスポは2014年6月14日開催の第一部タイトルを453便とし追悼ライブとした。このライブで横山のベースが最後の愛で主であるマスイミオに託された。パスポがプロデュースするアイドルプチパスポが2015年から活動していたが2018年3月21日に解散。 2018年5月18日に解散を発表。9月22日の中野サンプラザがラストフライトとなり9年間の歴史に幕を閉じた。また、解散後もパスポの楽曲を歌い継いでいきたいという意志が揺るがなかったネギ氏森に関しては何かしらの形で彼女たちが歌い続けられる場所を残していきたいと考えておりますとの発表も合わせて、 行われた。安西、岩村、藤本、森の4名で八着隊を結成。2015年9月にワンマンライブを開催。2016年9月にシングル、ボーンディスウェイを発売。解散時のメンバー順位は、オリコン週間ランキング最高位。順位は、オリコン週間ランキング最高位。 ボーンディスウェイヨモナモノ2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2009年2010年2011年2012年,2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年ありがとうございます